私たちには心の底から会いたい大切な仲間がいるじゃない。ベロニカ。え、何みんな忘れてた。なんだ、ゲームの続きじゃねえのか。後のメンバーはどこ行ったの。ん、これかと思ったけど違うな。あ、あそこにセーニャおる。どうしたそんなところで。命の大樹に新たな歯が芽吹き、また次の命が生まれる。私たちの命はそうして繋がっていくのですね。もうお姉様はいませんが、いつの日かまたどこかで出会える気がするんです。またいつか同じ歯の元に生まれる。そう、お姉様と約束しましたから。それまでは私も精一杯行きますわ。なんかあれやな、そのうちベロニカそっくりな子が登場したりとかせんかな。このゲームの中で。お、二人そこにいたのか。こうやって民が喜ぶ姿を見ていると、我らが世界を救ったという実感がふつふつと湧いてくるの。こんな晴れやかな気持ちは何年ぶりかな。思えばずっと過酷な旅をしてきたから、今の平和が信じられない気持ちじゃよ。やるべきことはまだまだあるが、悠々自適な隠居生活をする夢もそう遠くないかもしれんの。ほっほっほ。16年前、あなたを手放してしまった日から、私は悪を砕くという信念を胸に、これまでずっと走ってきたわ。でもそれももう終わり。これからは私もそろそろ自分の道を歩もうかと思ってるの。おお、決別？まずはデルカダール王国の復興でしょ？ダーハルーネでスイーツ巡りもしたいし、とにかくやりたいことを全部やるわ。ダーハルーネでスイーツ巡り？そんなことしたかったんや。結構あれやね。可愛らしい感じなんやね、マルティナ。でもそんなことできるん？だってあれやろ、一国の王者やろ、一応。え、こっからどうするんやろ。あ、一応祝杯の宴を楽しみ、その後世界の様子を見るため聖地ラムダの外に出よう。あ、じゃあ出たんでいいんやね。ってことは、え、さっきどこって言った場所？ねえねえ、どこって言いましたっけ。ラムダの蔵書、サマディ、貴族の住んでそうな家、どこだよ。ルーラでサマディ、サマディ。え？書き消された。あ、もしかして、出たすぐのとこでイベントがあるんやな、きっと。ほら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 。おい、勝手に一人で行くなよな。ごめんごめん、盛り上がっとったけん。どうしたの？どこか行きたい場所があるなら、私たちもついていくわよ。え、全員おらんくなっていいんすか。はぁ、あ、や。そうね。平和になった世界も見て回りたいし、気になることがあるなら、徹底的に調べておかなきゃ。まあ、とりあえず全体的に回りたいよね。そういえば、グロッタの街の南で、何か光っているのが見えなかったか。グロッタの街の南？俺はあれが気になるんだが、まあ、どこに行くかはお前に任せるよ。それじゃ行こうぜ。そんなこと言っといて、じゃあそれが気になるけん行くわ。グロッタの町ね、もう行けるか。グロッタの町の南って言った？グロッタの町の南やけん、外よね。どの辺ですかね。光ったのって見える？わかる？どの辺？この辺？全然関係ないかな。あ、でも上がれる。上がれたわ。こっちの方かな。なんか地図で示してくれとったりとかせんのかな。どこだい？追いかけてこないでくれる？この辺？え？この辺？あれか？今なんか光ったよね。ほら、あれ光おる。え？ただのアイテムか？ちょ、待って、行きたい。行こう行こう。あ、光おるね。光おるね、じゃないわ。マップ上になんか、マークが出とった。びっくりマーク。もうこの辺から行かせてくれよ。めんどくせえな。てか馬が欲しい、馬が。
この辺だな。お、なんだ、なんか始まった。ここは何？なんだあれ。はて、不気味だな。ここは前に来たことがあったかの。とてもよく似た建物。これってあれじゃない？どこかで目にしたような気が。あのなんか空に浮かんどった島にあった建物、こんな感じじゃなかった？この独特な装飾。そう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 。神の民の里。神の民の里でも見たわ。神の民と関係があるのかしら。え、前こんなんあった？落ちてきた？何か新しい発見があるかもしれないわね。ちょっと中を調べてみましょうよ。オッケー。なんだそこに。ここはどんな場所なのか探索すれば何か新しい発見があるかもしれないわ。ちょっと中を調べてみましょうよ。なんでマルティナだけ外に出とる。おお、びっくりした、おった。さっき遺跡を調べていたら古い時代の書物を見つけての、興味深いことが書かれておるんじゃよ。覚えておるか、ユナよ。かつて太陽の神殿の苗木を通して見た、勇者老子の人生の奇跡の回想を。この書物には、その回想が詳細に記されておるんじゃよ。そんな書物がなぜこのような遺跡に。あとは他のみんなもどっかにおるんかな、その辺。わからん。あ、おった。あ、こんなところに。なんて常識にとらわれない個性的でエキセントリックな装飾なの。これは素晴らしい芸術作品よ。そこらに落ちてるオブジェといい。きっとこれを作った人たちは素敵な感性の持ち主だったのね。変わった見方をするんだな。これが芸術ってやつなのか。俺にはただのヘンテコな顔のおっさんにしか見えないがな。あー、私の感性は確実に神に近い。なんかこの芸術とか、センスとかなんかいろいろ言うやつさ、私全く理解できんけんさ、すごいんかなーみたいな。姫様のおっしゃっていた通り、この辺りに落ちている瓦礫の装飾は神の民の里で見かけたものと同じだ。しかしグロッタの南に神の民の里にゆかりのある遺跡があるなんて今まで聞いたことなかったが。いや、遺跡っていうか、なんか建物自体は比較的新しそうやけど、ボロボロやしさ、落ちてきたんじゃないの？違うの？おう、なんだ？あ、そういえば聖女の存在忘れとった。どうした？不思議な壁画ですね。なんだか見入ってしまいます。よっちじゃない？これ、よっちやん、よっちよっち。確実に。まあ、みんなには見えてないけん、おなじみじゃないかもしれんけど。何持ってきた？この遺跡を探している間に、神の民が書いた書物を見つけたんじゃ。さっき聞いたよ。そこには、こう書かれておる。ロトゼタシアの大地より生まれし、悠久の時間の流れを紡ぐ精霊。その名は、失われた時の化身。よっちやろ。失われた時の化身。この壁画にあるのがそうだろうか。みんな的にはこの壁画で初めましてって感じ。神の民の伝承曰く、失われた時の化身が守りしは黒煙を司る神聖なる光。なんか結構すごい感じで言えるけど、ヨッチたちとは何回もお話もしてるよ、私。その光、輝きもゆるとき、悠久の彼方に失われし者が大いなる復活を果たさん。どういうこと？復活って…もしかして、その光には失ったものを蘇らせる力があるってことかしら。え、じゃあ完璧にこの世界元通りにできるかもしれんってこと？え、でもそれってどうなん？あの、ウルノーガー覗いてお願いしますとかいうことができるん？すべてが元通りになってしまうんじゃなくて？それが本当なら彼女も。ん？ベロニカってこと？思い出して。私たちには心の底から会いたい、大切な仲間がいるじゃない。え、ベロニカ復活するん？マジで？まあ、仲間ねえ。
一人だけ亡くなった状態っていうのはすごい後味悪いけど。え？何みんな忘れてた？そんな今思い出したかのような。お姉様が生き返る。これあれじゃない？あのベロニカももちろんそうやけど、グレイグ的にはコメロス生き返らせることできるんじゃない？コメロスも生き返らせてさ、ま、記憶があるまんまなんやとしたら、もう悪の道に行くことないやろ、あれで。今度こそ、二人で頑張っていけるんやないん。静かに輝けり。いにしえより、神の民が守りし、神秘の歯車手に入れし。あ、これやん。映っとったやつ。光寄ったやつ。失われた時の化身が集う、忘却の塔を目指すべし。忘却の塔？神秘の歯車、それがお姉様を蘇らせる手がかり。ん、今私なんか押した？少しでも希望があるなら絶対それにかけてみるべきだ。俺はそうして運命が変わったぜ。たとえわずかな希望でも、もう一度お姉様に会えるなら、私はその希望にかけてみたいです。だけど肝心の神秘の歯車は一体どこにあるのかしらね。すぐそこよ、きっと。あの光のやつよ。神の民が守りし神秘の歯車。古文書にはそう書かれておったの。そしてあの岩壁の穴。もしかすると神秘の歯車はこの場所の近くにあるのかもしれん。あそこからさらに奥に行けそうだな。じゃあそこにあるってことか。何か手がかりがあるかもしれない。行ってみようぜ。おお。あれや、あったぞ。これやろう。アイナは神秘の歯車を手に入れた。あっという間。まあ、神秘の歯車を見つけたのね。あっという間に。さすがは勇者ちゃん。何のありがたみもない気がするけど。神秘の歯車手に入れし時、失われた時の化身が集う。忘却の塔を目指すべしか。あとは失われた時の化身とやらが集うという塔を見つけろということか。じゃあそこにはヨッチがいっぱいおるってことやね。なんとも雲をつかむような話だな。みんな同じ感じに。あ、ヨッチ、やっぱり見えない。みんなこっちだよ、こっち。話してくれんのか。ん？どうしたの？もしかしてお前、何か心当たりがあるんじゃないか？うん、めっちゃあるよ。実は俺も気になる場所があってさ、命の大樹の北に錆びれた塔があるのを思い出したんだ。何それ、知らない。もしも他に当てがなかったら、ケトスに乗ってそこに行ってみようぜ。何か新しい発見があるかもしれねえからね。神をめっちゃ正解言いまくってくれるね。その通りに進んでいけばいいってことやん。さあ、アイナ様、神様が言っていた命の大樹の北の錆びれた塔に行ってみましょう。天空のフルートを使い、ケトスを呼べば、その塔に行けるかもしれませんわ。なるほど。ケトス、ケトス。どこや？ああ。あれ、どこですか？あれ？どこ？あ、あったあった。ないんかと思った。さあ、来い、ケトス。んで、命の大樹の北って言った？いやー。どれ？あれ？錆びれてないよ。
あれ、神の民のさ、あ、こっちじゃないわ、来た。こっちか。え、なんかめっちゃキラキラしよるけど、あれ何？もしかしてこれ？あ、これやんね。あ、なるほど。キラキラ輝く光の柱で。はい、降ります。空に浮いとんかと思った。違うんや。なんか勝手にケトスで向かう先やけん、空に浮いた島なんかなって思いよった。忘れられた地。悲しい。思い出してあげて。虹色の布切れ。シルビアさんがこれでなんか衣装とか作りそうやね。お、よっ、ふわ、いっぱい。いっぱいおるよ、よっち。めっちゃいっぱいおるよ。話せるよっちもこの辺におったりするんやない？うわー、すげー。うわー。うわ。見えないの、これみんな。見えたらすげえびっくりするんやろうな。ね。うわー。うわー。気持ち悪い。めっちゃ歩きよるよ。でもこんだけおったらさ、一人ぐらい話せるよっちがその辺におるんやない？おらんの？お？こっち側めっちゃなんか雪降りよるやん。めっちゃ雪積もっとるよ。おらんのか、話せる子。くそ。いや、まださ、よっち村の冒険の書のやつもさ、全然完成してないけんさ、どこにおるんやろうね、よっち。話せるよっち。いねえな。あ、まあ、中におる可能性もあるか。おらんな。とりあえず中入ります？ここ。うわぁ、気持ち悪い。めちゃくちゃ、よっち。行こうぜ。ゴーゴー。扉は固く閉ざされている。不思議な形のくぼみがあるが、鍵穴はどこにも見当たらないようだ。神秘の歯車をくぼみにはめますか？はい。おー。あ、そういう開き方なんね。おお、道が開かれたぞい。ここが失われた時の化身が集うという忘却の塔じゃったか。早速先に進もうかの。行くぞい。おお。あ、黒いよっち。そうよ、こいつも。まだ何も謎が解けてないよね。なんなんやろ、この黒いオッチ。また嫌なことが起こりそうな気がする。忘れられたと。戻れるんかな、これ、いつでも。戻れた。よかった。出れんなったんかと思った。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、まあ、この忘れられた、どう？忘れられた地。これ進めていったら、もしかしたらベロニカが復活するかもしれん。もしかしたら世界中のみんなが復活するかもしれんってことよね。めっちゃいいやん。何事もなかった感じに。記憶はどうなんやろうな。